釣り人はポイントに疑問を持ったらおしめだ。こんにちは、H&K チャンネルの K です。今回は秋田県の駅前で見つけたあの釣り人が憧れるアニメ、その作者もよく行ったというお蕎麦屋さんに行ってきました。そのロマンあふれるお店を見ていただきましょう。それではどうぞ。 H&K チャンネル、こんにちは、H&K チャンネル K です。今回は秋田県秋田市の駅のすぐそばにあるこちらのお店、やすけそば秋田総本店さんを紹介します。こちら、あの釣り好きにはたまらない有名人の作家さんの行きつけのお店になるそうです。それでは早速店内の方へ行ってみましょう。入ってすぐこの雰囲気はたまりませんね。店内の方を見ていくと、ご覧のように秋田県のどこか落ち着く田舎の風景が、初めての方でも落ち着けるそういった雰囲気になっております。これだけの紙が貼られてるお店なかなかないですよね。手前から奥までとぎっしりと品書きです。ご覧ください、一つ一つ手書きになっております。どこか温かみのあるそういった字ですよね。早速メニュー表を見ていきましょう。文字だけではなく、こちらにはしっかりとイラストもあるのでイメージしやすいです。冷やがけそば、秋田県の名物のおそばです。またこちらでは他にも秋田県の郷土料理をいただけるということで伺っておりました。別のお店の方からの紹介で、きりたんぽ鍋も食べれるよということで伺ったのですが、なんとこちらメニュー表には載っていません。ですがご安心ください、お店の方にお願いすると出していただけます。秋田の名物いぶりがっこから食べていきましょう。こちらはとろろが乗った冷やがけそばになります。どこか罪悪感を消し去ってくれるそういった一品です。相方がめんつゆを入れようとしたら、こちらはそばつゆでした。ご覧ください、この弾力素晴らしいです。そしてこちらがきりたんぽ鍋です。地内ひどりを使ったきりたんぽ鍋はコクがあり、とても美味しかったです。ご覧ください、このグツグツと煮込まれているきりたんぽ鍋を、相方は初めてのようです。鶏肉とお野菜、そしてきりたんぽという、お腹がいっぱいになる一品です。こちらメニュー表には載っておりませんが、店員さんに確認したところ、出していただけるということが分かりました。ぜひ行った際には頼んでみてください。とても美味しかったです。ちなみにこちらは釣り吉三平の作者矢口隆夫さんの行きつけです。合計2,900円、ごちそうさまでした。美味しかったです。 H&K チャンネル、次回の投稿は宮城県仙台市にオープンしたばかりのさつまいも専門店を紹介します。お楽しみに。